おはようございます。このオレンジ色の照明ってのがいいですね。今日は4月の2日月曜日ですけど、これ下呂温泉ですが、めちゃくちゃ寒い寒いの、なんのカメラのピントもちょっと暗くてまだあんまり合っておりません。今の時刻はですね、午前5時27分ぐらいだと思いますね。午前5時27分。寒い寒い、なんか北海道行った時より寒いような気がするけど、多分それはね、勘違いだと思いますが、5時35分発の高山本線の普通列車に乗って、これから先東京まで大急ぎで、東京じゃないや、新横浜まで向かわないといけません。大学の授業があって、授業はないんだ、授業はないんだけど、ちょっとね、昨日ここの温泉に着いてから分かったんですが、大学の今日はあれなんですよね、朝10時に、ね、行かないといけないなんか用事があるんで、全然なんか休みじゃないような気がするんだけど、まあ、動画撮ってないからね、気楽なもんでしたよ。昨日はもう9時台には布団に入り、9時10何分には布団に入りましてね、で、もうたっぷり7時間ぐらいは寝ましたんで、全然眠くもないしね、そんなに別にきついことは何もないんですが、ただ寒いですよね。通常だったらワイドビュー日立で名古屋、そこから新幹線に乗り換えというのは、まあ、それは普通だと思うんですけど、朝のこの時間にはまだワイドビュー日だなんてものは走ってないので、ただね、途中の宇野間駅まで行って、宇野間から名鉄、それで名古屋に斜めに通り抜けて、そこから新幹線で行くのが一番早いみたいです。寒くて手が死にかけてるところに、あ、熱いな、これなんだ、もうちょっとこっちの方がぬるいか、あ、ま、熱い、なんだこれ、ちょっと触っただけですからかえって冷めそうだな。これ水今のうちに落として気化熱を予防しないとね。JR 東海下呂駅です。高架とは言わないけど、なんかこういう感じなんですね。ソファ25ってクロスもあるんですね。高山本線これだったら快適ですね。キハ20、25で、これロングシートのやつしかないと思ってたけど、まあ、今までそういうやつしか乗ったことないんですけど、改札っていうか無人の通路を勝手に通り抜けてきたんですけど、駅員さんも7時半からじゃないといないって言うんだよね。そう、困るんで、7時半ってだってまだ6時台ですよ。あと30分待ってらんないからね。インターホンもなかったんで、合ってる、いいよな、出ちゃってね。こっちが名鉄線のうるま、あ、行列ができてる。お、ないのか。この全車指定の空港行きの特急に乗るんですけどね。でも困ったことに、これあれなんですよね、名古屋までの指定席は満席だったし、全車指定席だから、どうやって名古屋まで行こうかなと思うんですけど、途中から立ち席でもいいから乗れませんかね。とりあえず途中駅までだったら空いてるだろうと思ってね、岩倉駅っていうのがあったんで、そこまでだったら買えたから、とりあえずそれを買ったんですけど、この列車は全車特別車ニュースカイ中部国際空港行きです。请在本站换车，出口在右侧，名铁名古。で、今名古屋駅の急行口ですが、予約はしてあってね、あと新幹線の出発まであ
と8分かな、時間まあまああります。スターバックスで朝ごはんを買いましたけど、シナモンロールとなんだっけな、スターバックスラテ。ホームに着くとちょうど来るようです。わ、すごいね。私ののぞみ8時2分発なんですけど、3分前にこだまを出すんだ。三河安城までだったら逃げられるんですね。0時51足、機関車のエンジンが聞こえたな。見たかったけど新幹線に塞がれて見えません。もう新幹線は窓側はいっぱいです。うちの大学のね、もうちょうど年度が変わりまして、学部長の任期は2年なので、学部長のもう終わったんですけれど、原先生、ゼミの担当のね、経営学部、会計学科の、会計学科なくなったのか、経営学科しか今ないんですけど、あの原教授がですね、私の先生なんですが、あのここが美味しいよっていうふうに言ってましたね。まあ、私も美味しいと思いますけど、在来ホームの方がよく行きます。自由席の方が空いてんじゃないかって気がするんですよね。でも指定取っちゃったからな。指定席の切符を買っておいて自由席に乗るっていうのはご法度とまではいかないんですけど、まあ、あまりあの褒められた行為ではなくて、自由席ってのはつまりあれじゃないですか、指定席の切符買って自由席に乗っちゃったら指定席1個潰しちゃいますからね。あまり良くないですよね。ただまあ望みの場合は名古屋出るともう次が新横浜で、その間別にね誰かを途中から乗ってくるわけでもないから迷惑ってこともないし、まあ、一応車掌さんにあの話は聞いたことは思いますけど、別に自由席なんていいよな、自由席なんて続いてんだもんな。駅及び車内への危険物のお持ち込みは禁止されております。 If it's working, located in cars 3, 7。しかないでしょう。6時25分ですから歩いても行けるかな。ちょっと寒いから歩いていこうかな。いや寒いんだったら本当はタクシーで行くべきなんですけど、温まるかなと思ってね。結局時間微妙なんでね、名鉄まで使ってわざわざ早く来たんだから、だからもうタクシーで行くことにしますけど、まあ、その前にちょっとトイレに寄ります。新横浜駅はね、改札の外にトイレがある。珍しいところですよこれは。あとあの言いましたけど、スターバックスの店員さんがね、あの私の動画の視聴者、まあ、それは目があってもすぐ分かったんですけど、視聴者の方でね、それで、後で箱を開けてみたらね、飲み物にたまにメッセージ書いてくれることがあるんですけど、ゆっくり休んでくださいって書いてあったから、つまりあの私がこういうようにこう休日をやってることもご存知の結構な視聴者の方に見ていただきましたね。どこ行かれるんですか。いや大学行かないといけないんですよ。この動画見てくださったらありがとうございます。いや来た来た、普通に下呂温泉から通学してきましたけど、おーこの公園も桜が咲いてますね。これ桜咲くんだな、知らなかった。こういう桜の時期に来たことないから、これ桜だったんですね。へー、でももう葉桜になり始めてます。まあ葉桜も好きですけど、そっか、国大の中には桜の木ってあるんですかね。じゃああとはあとね15分でその時間になるから、いやよかった、地下鉄で来てたらちょっと遅かったなやっぱり。時間割に書類とかね、いろいろそういうものもらってきたんですけど、もう終わりました。成績表ももらいましたよ。成績なんか良くなってましたね。なんでいいのかちょっとよくわかんない。この公園はチューリップとか水仙か、あれはそういうの植え始めたの。前こういうのなかったような気がするんですけど、ね、綺麗にこう植わってますわ。もう来年チューリップが咲くときはここには来てないはずなんでね。ちょっとチューリップの、あ、ちょうど見頃か、少し開き始めたくらいですかね。もうちょっとこう少しすぼんでる感じが良かったけど、チューリップってのは綺麗な花ですね、うん、いいわこれ。もう匂いはしませんけど、日本中どこでも観光地な気がするし、どこでも近所みたいな気がしますよ。あんまりどこ行ってもどうとも思わないですね。ここ1ヶ月横浜のこの辺に来るよりも、だからあの大阪とか名古屋とか行くことの方が多分多かったですからね。いつもはね合間の時間に背広チャンネルの動画撮ってるこの公園ですけど、今日はここでお花見でもすることにしました。桜は向こうにしか咲いてない。あ、でも向こうに立派なのあるな。まあまあ立派だな。ぼーっとチューリップとかのお花見をします。今ねこのベンチでゴロゴロしてたんですけどね、ふっと春になったら変なやつが出てくるっての思い出して、あ、まさにそれじゃないかとこうふと我に返って、そしてやめました。
ですね、あったかくてね、でも風は冷たいんですよ。でゴロッと寝てるとこ、そのなんとも言えないこうあのなんていうの、調和がね、こう冷たい風が時には吹くんだけど、気温は低いんだけど日の光はあったかいみたいな、これでねこうぬくぬくっとしていいんですからね。どうしようかね今日この後。大学で生協がもう開いてましたんでね、挨拶して、生協の人もオリエント急行の動画とか見てくれたらしいんですけど、あ、私の成績表見ます？これね、私の成績表多分そんな悪くはないと思います。そのすごいいい方でもないけどね、自慢するほどいい方ではないですが、まあいい方ではあるんだけど、いい方の下の方ぐらいかな。これミノムシですね、これ多分ね、違うかな、そうだと思うんですよ、まあ、だからつってこれ以上ここにミノムシに対して私がすることはありませんが、ここに生えてた葉っぱを食べてミノムシになったのかな。だらだらさっきの公園のところでもね、ずっと本読んでたりとか、それから新横浜の駅にグルメストリートって言ったかな、そうですね、あの駅のねちょっと外れたところにあるんですよ。なんか割と大衆的なチェーン店がいっぱい入ってるようなところね、そこでまたここ一番屋に行ってカレーライスみたいなの書いたわけですけど、この本面白いですね。大学でね写ってた、なんか私好みの本が前に比べて並ぶようになった気がするんですけど、それは大学の生協で本を担当している方で、私のチャンネルを熱心に見てくれてる方がいるわけですが、それと関係してんのかどうかな、ちょっとそれは分かんないですけどね。でも私が顔を出す前からずっと動画を見てくれていてね、横告だったなんて、そういう風に気づいてくださった、そういう方です。新横浜駅はね、改札の出発の方がいつもすごい親切なんですね。あの子の親切なのが異常に親切なんですよ。ありがたいことですけど、私のこと知ってる親切だっていうよりは単純にみんなが親切なんでしょうね。なんか新横浜駅に岩倉高校出身の人もいるとかいないとかいう話です。ラッキー子供ですから自由席だらけなんで混んでますして、それからずっとあちこち行ってましたが、とりあえず帰ってくることができました。新学期を迎えるにあたって勉強の道具なども準備しないといけないので、とりあえず動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。